今回紹介するのは、ブレイブフロンティア、10翼の破壊者という本です。国内ダウンロード数500万突破。大人気本格的スマホ RPG、ブレイブフロンティアの初となる公式ノベライズが登場しました。当方、ブレイブフロンティアをプレイして2年になるプレイヤーですが、 ゲーム内にあるユニット図鑑を眺めるのが好きな方や、見せるたちがどのような経緯をたどったのかなど、気になる方なら、ぜひ読んでみてほしい作品です。私は小説など文字がずらっと並んだ書物は、昔から苦手でした。でも、やっぱり好きな作品だと読めちゃうものですね。かっこ笑い。これをきっかけに、またブレイブフロンティアを、 どんどんノベル化していってくれたら嬉しいなってのが感想ですね。特典ユニットのレダもゼルナイトによく似た性能で使いやすいです。ゼルナイトを持ってない方などは大変重宝するんじゃないでしょうかあとミセル星7のイラスト別バージョンが特典でついてるのでミセル好きな方やミセルをリーダーにしてる方はそちらも必見です。です。 興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。